視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。毎週木曜は棚から一つかみという、僕が持っている CD の中からおすすめの1枚を皆さんにご紹介するっていう企画を、去年の9月からずっとやっていたんですけれども、先日の活動報告動画でお話をした通り、この棚から一つかみという企画は一旦充電期間に入らせていただきます。その代わりに来週から新しい企画をお届けします。今日はその新企画発表したいと思います。題して、趣味は読書と言いたい。動画の毎日更新を1年間続けてみて分かったこと、みんなの前でやりますって宣言しちゃえばやれちゃうっていうことなんですね。そこで今の自分に必要なことは何なのか、そして今まで何度もトライしながらその度に挫折してきたことは何なのか、読書だと。まあ、もう少し具体的に今の自分に何が必要だっていうふうに感じてるかと言いますと、ズバリボキャブラリーですね。僕は作詞、作曲、編曲家として日頃から作品作りをしていますが、中でも一番好きなのが作詞、そして一番自信があるのも作詞なんですよ。まあこんな風に自分で言って恥ずかしくないような作品っていうのをこれからも作り続けていかなきゃいけないわけで、今ある武器っていうのをさらに磨いていかなきゃいけないと。このままだと、まあ、近いうちに大きな壁にぶち当たるんじゃないかなという感覚は少し前から持っていて、その壁を亡き者にするためにはさらなる成長が必要だ。本読めって誰でも言うじゃないですか。僕もちっちゃい頃からもう耳にタコができるぐらい親から言われてきました。で、小学生とか中学生の夏休みの時とかにガーンって本いっぱい積まれて、これ宿題な、全部読めみたいなことも言われたりして、結構な量でしたよ。もう1日1冊ペースみたいな、なかなかひどい仕打ちだなと思うんですけれども、まあその時は無理やり読みました、読みましたけど、もうその本を読んだっていう事実が残っただけで、中身なんて何一つ覚えてないんですね。全く身になりませんでした。だけど今はこう自分自身から読書が必要かもしれないっていうふうに思えてるわけです。時は来たと。ということで、これから毎週一冊必ず本読みます。で、その読んだ本について語る、そんなコーナーにしたいと思います。ここで皆さんに知恵をお借りしたいんですが、どんな基準でどんな作品をチョイスすれば見てる皆さんも楽しめるのか、最新のベストセラーを買った方が面白いのか、それとも名作って言われるような作品を読んで、それに対して僕の考えを語るみたいな、方が面白いのか、もしくは例えば今月は何々さんみたいに、作者を絞って選んでみるとか、もう本なんてマジで自分で買ったことないんでさっぱりわかんないんですよね。皆さんからぜひアイデアを頂戴したいと。ちなみにボキャブラリーを増やすっていうのが目的なので、例えばエッセイとか自己啓発本とかビジネス書とかそういうのは対象外です。来週からスタートしたいので、まあ、今週の土日ぐらいには本を一冊決めて買ってないと間に合わないと思うんですね。なのでぜひこの動画のコメントでいろいろな意見をください。よろしくお願いします。ということで新企画の発表でした。まあしばらくは探り探り進めていく形にはなると思うんですけれども、自分の身になってしかも見てる皆さんも楽しめるような、そんなコーナーに育てていけたらいいなっていうふうに思いますので、ぜひぜひお付き合いください。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。